シャルリューは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、ロワール県のコミューン。ロアンヌから約20分、サンテティエンヌとリオンからは、約1時間半の距離にある。シャルリューの町について、初めて言及されたのは827年、カロリローカスとしてである。フランス革命時代には、シャリアーと改名させられていた。バランス司教、ラトベールによって作られたシャルリュー修道院は、 932年よりクルニー修道院の影響下に入った。946年に修道院はサンテティエンヌの庇後下にあった。修道院は1100年にローマ教皇パスカリス2世によって小修道院に落とされている。豊かな都市には多くの場合、職人や商人、羊毛職人が集まって暮らしていた。十二世紀、都市のブルジョワたちによってセフィリベールに捧げられた。 教区教会が建てられた。1210年、フィリップソン元王は、シャルリューを手に入れ、王領の飛び地とし、実際に、すぐ防衛が強化された。15世紀、シャルリューはアルマニアック派とブルゴーニュ派の対立の、間重要な役割を担った。この時代は、道路交通が、都市から離れた時期にあたり、都市の成長が停滞していた。都市は百二十七年に木の織物の製造が、 導入されたことで開発が再開された。この豊かな歴史から街は黄色い石でできた住宅を多数保存している。石はサンドニドカバンヌの採石場から持ち込まれ、14世紀から15世紀にはルネサンス様式か古典様式で絵のように美しいハーフティンバー住宅に使われた。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。